の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また最高速力は25ノットと海上自衛隊の艦艇と比較しても何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備すること不可能となっている。これはあくまでも警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリバルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらはテレビでもよく目にするような装置たちである。黎明型は前級である秋津島や前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸元を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限りやはり黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐怖局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐怖局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐怖局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な艦船係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、
鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空利用自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が、合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片越え艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島を、この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿屋、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に、市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西の表市議会は、自衛隊施設誘致に、賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で、常駐させる予定です。そのために、種子島に宿舎を建設して、隊員と家族を居住させることにしています。
施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている過疎は、種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は、10日間ほど、昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では、騒音問題が多発し、住民も、防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は日本から遠く離れていますから騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は厚木基地から硫黄島基地まで 1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。
多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとってはどうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入したようですが、残りわずかな面積はかつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは西之表市が所有する土地です。これをもって、矢板西之表市長をはじめとする反対派が私有地を拠り所として反対意見を表明しています。また、島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は大きな障害とはならないと考えているようですね。さて、世界の目が、ロシアとウクライナに向けられている、隙を狙って言いましょうか。陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国です。今回は、尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは、様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回は、ここに、日本が建造物を作るのか?という話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今やタカ派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には、若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず、平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも、総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちは、キラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に、高市早苗は、知性派コメンテーターとして、たくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに、当時の皇太子だった、金城天皇のお妃候補として、必ず名前が挙がった小和田雅子さんも、外務省職員として、世界中を飛び回っていました。当然、この方も、女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時には、せっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は、松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの、落選。落選に懲りたのか、自民党入りして当選しました。松下政経塾出身者には、政治家が多く、彼女の他にも、同じ、自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また、野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も、松下幸之助氏の精神に学んできたようです。
松下幸之助氏といったら、水道理論で、すべての人々が電気を使えるようにと、様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が、与党に入ったということを怒った人も多かったようです。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが、2022年3月9日でした。尖閣諸島は、言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが、中国です。勝手に領有権を主張し、公船を、日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対して、この島々は、日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには、何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土でした。1945年、昭和20年、太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が、日本のポツダム宣言中立後、つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土です。そういえば、1945年、8月9日、つまり終戦前ですが、日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない。史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで、北方領土問題を、交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきました。解決後に、平和条約の締結という段取りは、多くの時代を経て、ソ連崩壊後も、ずっと継続中だったのです。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けかと、日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えませんでした。そして、ロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は、1973年、昭和48年、だったと思います。当時の田中角栄首相が、モスクワに乗り込み、文字通りの命がけで、ブレジネフ書記長との会談文書に、北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は、日ソ間に、領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきましたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきました。ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と辞任しているようにも見受けられましたが、この点についてどういった説明を受けたのでしょう。国防国防とお題目を唱える人間が、この問題をスルーしたとは考えられませんが。
尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で、尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年、平成24年に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言は、その意見を支持しているのでしょう。高市議員は、非核三原則にも触れ、有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されていません。つまり、現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように、自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は、賛同の声が多かったとか。平成初期のバブル期、日本は政治は三流、経済は一流と言われていましたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカは、どちらにも、いい顔をして、現地を取られないようにしている、つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか、選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では、立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮に、アメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか疑問は残るのです。この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロニアスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国、自国民を守るのが政治家の第一義ですから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は、思いやりという名前で、巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。
この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正、改悪して核武装すべきというのが高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。試験ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか。